はい、日本よいとこ一度おいで山口美里さんです。こんにちは。はい、こんにちは。先週に続きましてよろしくお願いいたします。今ね、まあまあさっきもちょっと大林の浩二さんと話したんだけど、浩、はい、ちゃん自体もちょっと、はい、動けないからということで超えたんだけど、美里さん変わらへんね、全然。体型ですか。うん、はい、ね、えもうみんな7キロも8キロを超えてで、ね、はい、ダイエットしなきゃなんて言ってるんですけど、ね、でもちょっと油断すると私もすぐにお肉がつきやすいんですよ。うん、あ、そうなんですか。はい、まあまあこれ YouTube って、山口さんなんかはどういう気持ちで出てる、はい、例えばね、はい、まあ、これ全世界に、拡散してるわけだけど、うん、はい、それもいいんだけども、やっぱり自分のファンの方に見てもらいたいとか、そうですね、そういう思いが強いのかな。はい、やっぱり特にそう、こういうコロナ時代になったこともあって、うんうんうん、生のステージがなかなかできないということもあったり、うんうんうん、あとやっぱり遠くの方、なかなか会いに行けれない方々にも、うん、知っていただくいい機会かなっていう、そういう意味ではね、いろんな自分で、はい、YouTube やったり、はい、なんかホームページやったりしてる人いるんだけど、美里ちゃんはどうなん。はい、あ、それがですね、私も、はい、去年から、YouTube の公式チャンネルを、うん、アップしまして、はい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 、ちょっとずつですけどもアップしております。今までの映像、今までの映像を流してるの。そうですね、コンサートをさせていただいた時の、うんうんうん、分とか、うん、はい、今からもうちょこちょこアップしていこうかなと思ってますので、皆さんぜひチャンネル登録を、うん、やっぱりね、はい、こうやってこんな時代でも動いてる人は動いてるからね、やっぱりもうちょっと苦手なんですけれども、うん、SNS 関係はちょっと最近はインスタとかも頑張ってやってますので、うん、インスタしてる人がいたらぜひフォローしてください。はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは今週の歌は、はい、中条きよしさんの嘘、聞いていただきます。はい、それでは中条きよしの歌で、山口美里が歌います、嘘。折れたタバコの吸い殻で、あなたの嘘がわかるのよ。誰かいい人できたのね、できたのね。あら、半年余りの恋なのに、あら、エプロン姿がよく似合う。爪も染めずにいてくれと、女が後から泣けるような、悲しい嘘のつける人。嘘の